どうもこんにちは、ライム TV のライムと、三村サーチャンネルの三村です。さあ今回はドライブクラブをやっていきたいと思います。行きましょう。レースで、コースはインドで、インドのどうしようか、ここ同じ、わかんない、向きが違うのかな。こっちで行きましょう。時間帯は昼まで、天候は晴れ、車は曇りはね、うん、インドっぽい車インドっぽい車出ました、謎のこれアウディの、これインドっぽい、タイヤがインドっぽい、タイヤがインドっぽい、タイヤはな、俺絶対バカだと思われてる視聴者の人なんだインドっぽい車って、絶対やばいよ三輪車とかね、なかなかいないよね、インドっぽい車ねえな、あんまりないインドっぽいの。多分適当でいいんじゃないですか絶対インドバカにしてるでしょしてないよ、インドしてないよこれでも分からなくもないんだよなでしょ、ちょっとインドっぽいとかあるでしょ。ベンツはダメ、高級すぎ。このタイヤがアジアっぽいんだよな、これフランス、ヨーロッパっぽい。ダメ、馬力がない。これだな、そうだな、色ちょっと、いや白がいい、白汚い白ってあるからやだわ、もうおかしいよ。これぐらいスペシャル5、5ってインドっぽい。インドバカにしちゃダメだってもうバカにしないよ、インド、インド、インド好きで、あ、いいね、インドが好きだからインドっぽいって言ったの。よし、行きましょう、行きましょう、インディアレースゲーム笑いが止まりませんね。インドっぽい車ってあんまり言う人いないんだなかなかインド、珍しい。おー、インドですね。え、そこで遠くまでちゃんと作られてる、木が一本一本、さすが。これが PS5、 これでオープンワールドつけそうな気がする。このコースだけザ・クルー・フォー・インディアみたいな、うん、ああ確かにインドっぽい。これほら、やべやべ、インド、インド、インド走ってそうな、インドもガルボジュアルインドのお金持ち、さすがにもうちょいグレードの高いの乗ると思うけど、いや、小金持ち、そう、小金持ちね、中金持ち。インドって言うとバイクと、そうそうそう、バイク三輪車系ですよね三輪車っていう名前ではないんだろうと思う。なんだっけあれ、ちょっと名前が思い出せませんよ。なんかありますよ、やばいな、坂道で舗装されてんのかされてないのかちょっとよくわかんない道ですね。なんかもうやだ、早くね、え、一緒に入んだけどお前怖い怖い怖い、なんでこのビュンビュン抜いてるやつ、さっきからこのファミリーカーこんな速度出るんだよ。何キロ、130普通じゃん。え、出てるよ坂道で。あ、坂道ね、上り坂で。ミニカーじゃない高級車で、似たようなもん、ね、高級ファミリーハイグレードファミリーカー、いや高級コンパクトカーだ、ハイグレードコンパクト。あ、なんか絵が描いた、いいんだ。あ、そんな見ちゃったそうね、ライムさんの動画はね、そう、後ろ近しか見て事故るっていうパターンが多いんですよね。みんな多い、みんながね、実況者でみんなそれ見てじゃない、後ろ見てなくても事故るから、そもそもダメだもん。そう思ったらな、有名の海外の YouTuber って意外と運転下手だったりするよね。あー、まあ、おうしゃー、実況が、実況は上手い、実況は上手いけど運転が上手いというわけではない、うん、そう、まあもちろん上手い人は上手いですけど、ね、すげえなんかテンション悪いけど事故りまくるみたいなまあその方が面白いっちゃ面白いですけど、たまにうるさい人いるよね。ああ、ちょっとうるさすぎって人、ちょっと音量がね、間違えた人がね、いますね。やっぱ車内視点リアルですね。そうだね、窓にこうなんか汚れがついて、このゲームは車内視点一つ一つちゃんと作られてるよね。ですね、なんか安い車から車内視点が荒いとかそういうのはない。あ、ザクルとかとね、ちょっと車によって違うのかもしれないですね。じゃあ作ると違うのかな車によって丁寧な人はちゃんと作るしっていう。ああ、確かに、まあでもそれも作るとみんな違うからね、うん、人によってモデリングとかも結構癖が出ますから、ね、うん、バックミラーがでもカクカクしてないのがいいですね。ああ、分かる、縁がもうどこもカクカクしてないんだよね。ですね、なんかもう逆にカクカクしてないところを見つけるのかも難しい、難しいですね。
本当に滑らかですからね。速いな。結構スピード感があります、ね、景色いいね、やっぱ嫌いだよね。うん、インドっぽくていいですね。インド行ったことないですよ。右の景色がすごいいいんじゃない。あー、いいね、この感じ。太陽と赤い砂と、そう、この感じ好きだ。すごいインド。あ、木が変わってきた。木もいいな。木がインドですね。インド意外といいな。うん、今ね、ドライブクラブで自分からインドをあんま選択しなかったから。おお、太陽が照りつける感じがインドですね。ちょっとこうモザイクになってる。すげえボコボコしてる。そこは気にしたい。路面がちょっとね、あんまり良くないですね。荒い。荒いですね。そこはインドなんでね、しょうがないです。いや、それバカにしてるでしょ。してないです、してないです。インドはまあ、すごいね、いい国ですよね。うん、ね、ちょっと俺たちおかしくないから。なんか、インドの紹介。俺に突っ込まれたのに、俺が最後突っ込むね。ちょっと逆になっちゃう。おー、リアル、今の音。車が事故る瞬間の音です。あうん。あ、やばい、ゴール。あー、残念。3位ですか。2位だったら嬉しいよね。自慢できますよ。インドで3位になった。まあ、いいんじゃないですか。うん。ということで、今回は、ドライブクラブの実況でした。以上、ライム TV のライムと、ミューラーサンシャンネルのミューラーでした。では、次回もお楽しみに。お楽しみに。